ジョン・チザム、ジョン・チザムはニューメキシコ州の牧場主。彼の家族は1837年にテキサス州に引っ越し、そこでチザムは建築受け負い人の仕事をしながらラマー軍の軍書機の仕事もしていた。1854年には牧畜の仕事に関与し、ニューメキシコ州で最初の牛の群れを買った一人になった。ペコ、菅川沿いに土地を購入し、 最終的には10万頭以上の牛を放牧する大牧場へと成長させた。チザムはアレクサンダー・マクスインの仕事仲間だったが、リンカーン軍戦争でどのような役割を果たしたかは不明だ。1878年10月、ルイス・ウォーレスがニューメキシコ州知事になった時、チザムはその苦い構想に巻き込まれたべての人の恩赦を頼んだ。1880年、チザムは リンカーン軍の保安官として、パッド・ギャレットを選出した。ギャレットは、すぐさま、ビリーザ・キッドによって引き起こされている問題を、処理しようと企てた。1880年12月、ギャレットは、キッドの二人のギャング、トム・オホリアードとチャールズ・ボードルを銃殺した。その後すぐに、ビリータ数名はギャレットに逮捕された。ジョン・チザム自身は1884年12月20日に、 アーカンソー州ユリーカスプリングスで死亡した。チザムは見込んで兄弟に当時の50万ドル相当の不動産を残した。ありがとうございます。